皆さんこんにちは。今回私が言及させていただきたいのは何に関してかというとですね、海外に行く際に安宿、特にこれは世界一周を考えられている方とか、もしくは本当に宿代を、安く済ませたい方っていらっしゃると思うんです。で、私の場合はですね、短期で行く場合、特に友達と行く場合とかなんていうのは結構いいホテル泊まったりしますし、まあ例えば中長期で行ってもたまにはね、いいホテル泊まるんです。だけど基本的に中長期で海外に出る時っていうのは安宿を、泊まってます。安宿、この安宿の部類っていうのはどういった部類があるかっていうと、例えばまあヨーロッパなんか特にそういう言い方をするのはホステルね、ホステル、共同部屋の宿で、バックパッカー、バックパッカー、オーストラリアなんか結構バックパッカーという、まあ、バックパッカーのゲストハウスとかあるんですけど、そのバックパッカーゲストハウス、そういった部類のところを安宿と言います。で、自分自身はですね、今まで国連が認めてるだけで65カ国訪問しました。国連が認めてないところとか、まあ、ただ経由だけで行ったところも含めれば十何カ国がプラスになるんですけどね、あえてそこは絶対含めてません。で、その中でもともと旅行会社働いてて、まあ、ホテルとかよく手配してたんでね、そういった宿泊関連に関してもかなり熟知してます。で、タイなんか私は、まあ、仕事で赴任してましたからね、タイに関してもかなり熟知して、タイで行ってないところは少ないですね、今ね。本当にタイ北部も南部もこの間シャントも行きましたけどね、だからほとんどとかなり行ってるわけですけど、まあその中で安宿っていうのは世界各地で利用してきました。まあ数で言えば200、300、そのもっと行ってるかな、数百ぐらい、数百の宿、安宿を利用してきた身です。だからかなり熟知してるんですけど、そういったところでね、まずその値段に関して、ヨーロッパっていうのは割と物価が高いです。ヨーロッパでは過去5回行ってないのはですね、まあ旧ユーゴとか東欧とかバルトとかあれ全部入れてね、行ってないアイスランドだけです。なんでまあほとんどのところ行ったわけです。アジアもまあほとんど行きましたけど、その中でヨーロッパ、西欧に関しては割と高いです。一泊大体そういうホステルね、共同部屋のところ泊まっても、これは円高円安によってまた関西レートによって変わってくるんですけど、大体3000円ぐらいです。ただこれがイギリスとかスイスになると物価がもっと高いので、1泊4000円ぐらいかかってしまうわけです。これが例えば、東欧とかですね、東欧とかバルト三国、旧ユーゴスラビアなんか行くとね、ホステルなんかだとだいたい1500円から2000円ぐらいであったりします。1000円から1500円ぐらいとかあるかもしれないです、ね、ね、なんでその西欧先進国は平均で3000円、ただイギリスとかもしくはスイスなんか高い、東欧とかバルトとか、あとは旧ユーゴスラビアの国々はだいたい1500円から2000円ぐらいの相場です。じゃあアジアはどうかです。アジアなんかはね、結構私はいろいろと大ゲストハウスね、中長期で行く場合多いわけですけど、タイこの間行っててね、400バーツの泊まってました。この400バーツっていうのは誰か高いとか言ってた人いましたけど、まあ多分その人全然知らない人だなと思ったわけですけどね。まあ確かに400バーツで共同部屋っちゃ高い、もっと安いとかあるわけですけどね。ただそのまだタイに住んでましたし、まあ世界65カ国を訪問して多くの場所もね、訪れて利用してる身です。だからその中で見て400バーツ、大体日本で今1300円ぐらいですね。まあもっと安いとこ見つければね、あったんですけどね、あえてそこにしたっていうのは、例えばアフォーク、BTS のアフォークの駅の近くで、割と、交通の便がいいです。で、さらに、そこから、部屋が綺麗、ね、スタッフの対応がいい、そういったところを見て、まあ400バーツ、まあ、もうちょっと安いとこ探したんだけど、280とか250とかでね。だけどさすがにね、やっぱりそういうとこ見るとやっぱ400でもいいかなと思えることだったんで、そこにずっと長居したわけです。で、例えばタイなんか行くとね、ゲストハウス、カオサンとこなんか200バースとかでありました、ね、値切れば150バースぐらいで行けますよ、あの普通のお部屋ね、ちっちゃい部屋でエアコンなしで、で、あとはそのまあ自分よく田舎の方、この間メイホーソンとかクンギオンはパイとか行ったんで、大体1泊200バースとか、150バースの、メイホーソンって150バースで借りましたからね、150バース大体日本でいくらぐらいか、500円ぐらいです。だから結構安いわけです。ビーチリゾートになるとね、結構そこが高くなってきて、ランタ島行った時がゲストハウスで350から400バースぐらい。なのでまあそれ 3.3 掛けしていただければ日本円なんですけど、大体まあ1000円から1300円ぐらいです。全然日本人からしたら安いです。で、他の例えばアジア諸国なんかも行っても同じような状況です。インドなんか行ってもね、1泊500円のとこもありました。だから安いとこを見つければ安いとこを見つかるわけで、ただムンバイはね、ちょっとそのホステルが空きがなかったんで、他普通のホテル泊まったら
日本のホテル、リゼスホテルみたいなところで一泊4、5千円しましたね。だから日本と変わらないと思って、ムンバイはちょっと高いんだなって実感したわけですけどね。うん、なんでまあまあそんな感じでね、まあオーストラリアなんかちょっと物価が上がってきてるんで、まあ昔は俺に行った時は2000円とかそんくらい泊まれたんですけどね、今3000円くらいになってるのかな。ちょっとだけ高いけど、まあ安く済ませるのあれば、いわゆる共同部屋の宿、ホステルとか、ゲストハウス、バックパッカー、こういったところにね、宿泊するといいです。ただ共同部屋っていうのは、まあそれだけにね、ゲストハウスでシングルの部屋もらえればいいけど、そうじゃないと他の人と、これは利点不利であります。私は利点の方しか見てないのであれなんですけど、利点としては外国人の旅行客と、まあ、いろんな交流ができるわけです。ただ、夜になるとたまにうるさいこともありますし、よく寝れないということもあるので、まあ、神経質な人はそういった安宿はあまり利用しない方がいいのかなって感じはします。私はまあずっと今まで利用してきて、まあ、英語ができないと外国人と交流できないと思うんです。だから私は英語は2年間オーストラリア留学して習得してますから、な世界各地に友達いますから、まあ、そういったところは問題ないです。なのでまあそこで友達になる人多いですよ。もうこの間だってタイのちゃんと行った時にベルギー人と友達になったんですけどね。でベルギー人がちょうど今日本来てるんです。でちょっとね今度ねぜひせっかくなんで日本ちょっと案内したいと思ってるんですけどね、まあそんな感じで友達、外国人の友達ができるっていう利点もあるんでね、なかなかいいです。まあこういったことに関しては、まあいろいろとね、これからも言及していきます。何か皆さん、質問等があればね、これをちょっと教えてほしいってあれば、できる限りまあ動画で言及できるものであれば、言及させていただきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。